17-1。宗助とお米の一生を暗く彩った関係は、二人の影を薄くして幽霊のような思いをどこかに抱かしめた。彼らは自己の心のある部分に人に見えない結核性の恐ろしいものが潜んでいるのをほのかに自覚しながら、わざと知らぬ顔に互いと向き合って年を過ごした。当初彼らの頭脳に痛く応えたのは、彼らの過ちが安井の前途に及ぼした影響であった。二人の頭の中で湧き返ったすごい泡のようなものがようやく静まった時、二人は安井もまた半途で学校を退いたという消息を耳にした。彼らはもとより安井の前途を傷つけた原因をなしたに違いなかった。次に安井が郷里に帰ったという噂を聞いた。次に病気にかかって家に寝ているという知らせを得た。二人はそれを聞くたびに重い胸を痛めた。最後に安井が満州に行ったという便りが来た。宗助は腹の中で病気はもう治ったのだろうかと思った。または満州行きの方が嘘ではなかろうかと考えた。安井は体から言っても性質から言っても満州や台湾に向く男ではなかったからである。宗助はできるだけ手を回して事の真偽を探った。そうしてある関係から安井が確かに法典にいることを確かめえた。同時に彼の健康で活発で多忙であることも確かめえた。その時夫婦は顔を見合わせてほっという息をついた。まあよかろうと宗助が言った。病気よりはねとお米が言った。二人はそれから以後安井の名を口にするのを避けた。考え出すことさえもあえてしなかった。彼らは安井を半途で退学させ、郷里へ帰らせ、病気にかからせ、もしくは満州へ借り合った罪に対して、いかに悔恨の苦しみを重ねても、どうすることもできない地位に立っていたからである。お米、お前、信仰の心が起こったことがあるかい？とある時宗助がお米に聞いた。お米はただあるわと答えただけで、すぐあなたはと聞き返した。宗助は薄笑いを下切り、何とも答えなかった。その代わり押してお米の信仰について詳しい質問もかけなかった。お米にはそれが幸せかもしれなかった。彼女はその方面にこれというほどはっきりした凝り整った何物も持っていなかったからである。二人はとかくして街道のベンチにも寄らず、寺院の門もくぐらずに過ぎた。そうしてただ自然の恵みから来る月日という緩和剤の力だけでようやく落ち着いた。時々遠くから不意に現れる訴えも、苦しみとか恐れとかいう残酷の名をつけるにはあまりかすかに、あまり薄く、あまりに肉体と欲徳を離れすぎるようになった。卑怯ずるに彼らの信仰は神を得なかったため、仏に合わなかったため、互いを目印として働いた。互いに抱き合って丸い円を描き始めた。彼らの生活は寂しいなりに落ち着いてきた。その寂しい落ち着きのうちに一種の甘い悲哀を味わった。文芸にも哲学にも縁のない彼らは、この味をなめ尽くしながら、自分で自分の状態を得意がって自覚するほどの知識を持たなかったから、同じ境遇にある詩人や文人などよりも
一層純粋であった。これが七日の晩に堺へ呼ばれて安井の消息を聞くまでの夫婦のありさまであった。